2008年の福岡ソフトバンクホークスでは、2008年の福岡ソフトバンクホークスにおける動向をまとめる。2008年の福岡ソフトバンクホークスは、大貞治監督の14年目のシーズンである。鶴岡和人元監督の在位23年に次ぐ14年目を迎えた大監督は、今年こそ優勝を目指すと宣言。優勝宣言でシーズンがスタートしたが、 4年連続のポストシーズン敗退の影響から4月は15勝18敗の借金3でスタート。5月反抗に期待がかかったが、直金4で終了。5月の勝ち越しで借金を返済したチームは8月までは A クラスの2位につけるなど、まずまずの成績を残した。しかし、勝負の9月以降借金15で1996年以来12年ぶりの、 再開で、シーズン終了。チーム防御率は5位、救援防御率は12球団再開の4.42チーム打率4位、得点5位と、投打もに低迷した。大監督は68歳と高齢になったことから、優待し、後任には、チーム OB の秋山幸治ヘッドコーチが就任。打撃コーチの荒井広正、投手コーチの杉本忠。 バッテリーコーチの大石智義は解任された。秋山新監督のもと、チームは2010年の優勝につながることになる。ありがとうございます。